和田キ子、神宮寺勇太、平野耀が加入した、とべ、ジャニーズ退場メンバーの新たな事務所への挑戦。こんにちは、皆さん。 今回は、歌手の和田明子が日本放送の番組、ゴッドアフタヌーン、アッコのいい加減に0回に生出演し、元金プリの神宮寺由太と平野志耀が、滝沢秀明氏が設立した芸能事務所、とべ、への介入を発表したことが報じられたことをお伝えします。この記事では、彼らの新たな事務所への参加について詳しく探っていきます。 和田明子は、日本放送の番組で、神宮寺雄太と平野志耀がジャニーズ事務所を退所し、戸部に参加することを発表したことを報告しました。この事務所は、滝沢秀明氏が設立し、三宅県をはじめとするいくつかのメンバーがすでに参加しています。和田は戸部について、他の人が入るなら何もないけど、ジャニーズを退場した人が入るための事務所になっちゃっているね。 とコメントし、これはまた何をやれるのかジャニーズと全く違うことをやるのかなと疑問を投げかけました。さらに和田は、でも社長と年は近いという感じでみんな話したりしやすいんじゃないと述べた木沢氏がタレントさんをやってらしたからその気持ちもわかるからその部分では軽い会社になるだろうね。これはうまくいくでしょうね。と期待を寄せました。 渡ベへの介入は、三宅県に続いて、神宮寺雄太と平野紫耀にとっても新たなスタートとなります。彼らがジャニーズ事務所を離れ、トベに参加することで、彼らの芸能活動に新たな可能性が広がることが期待されます。トベは、ジャニーズ事務所とは異なるアプローチをとり、滝沢氏の経験を活かした明るい会社風土が期待されています。 これにより、メンバーは自由な発想や表現を追求することができるかもしれません。和田秋子、神宮寺雄太、平野紫耀が戸部に加入したことは、彼らの新たなスタートを象徴する出来事です。戸部はジャニーズ事務所とは異なるアプローチを取ることが期待され、メンバーたちは自由な発想や表現を追求することができるでしょう。この新たな挑戦によって、和田、 神宮寺、平野の個々の才能がさらに開花し、彼らの活動の幅が広がることが期待されます。今後の彼らの活躍に注目です。以上で記事を終わります。ありがとうございました。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。